はい、こんにちは。社会保険労務士の奥野と申します。60歳以上の役員さんの場合なんですが、年齢的にはですね、もう老齢厚生年金を受け取っていただける、そういう年齢になっておられたとしましても、実際はですね、役員さんの場合は役員報酬が高いので、年金が支給停止になっていて受け取れていないと、こういう方は結構多いですよね。そこで私どもでは、そういったお悩みを解決できます役員報酬最適化という方法をお伝えしております。役員さんの役員報酬、年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることによりまして、実はこの支給停止になっている年金を受け取っていただくことができるようになります。ご興味がある経営者の方いらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。